写真拡大。楽天は28日、台北天母野球場で台湾ラミゴと親善試合を行い3対1で勝利した。今季初次戦となった先発の岸が3回2安打無失点、4奪三振を奪う好投を見せた。打線は6回に足立のタイムリーなどで2点を先制に成功した。開幕投手有力候補の岸が順調な仕上がりを見せた。初回に先頭打者に中前打を浴びたが、その後は後続を打ち取り無失点。毎回の4三振を奪うなど、ラミゴ打線にチャンスを与えなかった。打線は両チーム無得点で迎えた6回。先頭のブラッシュが左前打、続くイーラーが左翼線二塁打を放ち、チャンスを広げると石に、三塁から辰巳の2ゴロで先制。さらに足立のタイムリー二塁打で2点目を奪った。9回には相手失策で1点を追加した。先制した直後に2番手の池田がラミゴの3番打者に一発を浴びたが、7、8回を近藤、9回は凱旋登板となった宋家豪が無失点に抑え逃げ切った。フルカウント編集部。